Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le vendredi 24 septembre, on commence la deuxième partie de Azuri Morning. Oyakazamas, mirasama, Azuri Morning 第2部スタートしたいと思います。本日は9月24日金曜日、第1部に引き続き MC Azuri 所属の役者やっております、役川昴生が担当いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは、早速なんですけども、これから行きましょうかね。はい、トレイルフレッシュで室内の方、除菌しております。はい、番組へのご質問はこちらまで、アットマークアズパン FM、 アズパン FM ね、番組へのご質問、ゲスト様への、なんだろう、ご質問とか応援メッセージお待ちしております。その場で読み上げますので。はい、トリガイアズレフはインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。アズパンアットマークアズリンク .com、懸命に番組を記入の上メールをお願いいたします。会費が1万円なっております。番組応援の会、こちらも募集しております。特典、生放送見学、応援する番組 MC とのイベント、生放送中テレビ電話募集しております。そして詳しくはウェブで鳥越アズリ FM 検索お願いいたします。冠番組を持ちたい、自社の広告番組持ちたい、番組応援スポンサーしてみたいなど、ぜひ募集しておりますので、ぜひ鳥越アズリ FM で検索お願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速スタートしたいと思います。ね、トリガイアズリFM、こちらの、ね、第2部の方では、台東区、台東区付近の活性化を目指し、台東区に特化した情報をさらに掘り下げる番組です。アズモニと覚えてください。私は金曜日を担当しております。で、今日も、このトリガイアズリFMにゆかりのあるゲスト様をお迎えさせていただきたいと思います。で、本日のゲストはレイモンドトリガイ保育園の、園長様来ております。はい、その前に、鳥越アズレイフムではたくさんの方で応援していただきたいので、たくさんの方でもっと関わっていただきたい、もっと皆様のお力を貸してくださいということで、スポンサーさんをまだまだ募集しております。好きな番組の応援や広告を出していただけるお店さん、企業さん、クリニックさんなど募集しております、ね、たくさんの番組がありますので、ぜひスポンサー様お待ちしております。それでは、ね、ちょっとゲスト様お迎えする前に、こちらの動画ちょっと10分程度ですもご覧ください。よろしくお願いいたします。そうです、初めて見た人は分かんないと思うので一応説明しておきますと、はい、総合リサイクルのこのね、買い取り業だったりとか、うん、小物よ、うん、小物を、大物はダメなのかな。あ、ダメかもしれないです、まあ、小物、この古いものを、うん、まあでもお電話してね、聞いていただいたらいいと思います。あ、そうですね、それが一番分かりやすい。そしてやっぱこれが一番遺品整理、これはね、難しいですから、やっぱその我々親族やってるもんですね。そうだね、だこれをちょっと今読んでいただいたら分かる。あれ真ん中にいるって、あの山内さんですか、これ。山内先生、うん、山内先生、高則合ってる、字が見えない、うん、まあ山内先生に、見ていただいてね。はい、そうですね、ね、いや、もうでも税務のことは全然わからないからね、いろいろ質問したいですね。本当にマジ本当にそうですよ、うん、多分ね、今の時期ね。じゃあ先生お呼びしましょう。はい、山内先生、先生立ってやるの。そこの椅子をこっちに持ってくると、はい、こちら、これ先に用意しておくべきだね。先生もう角ですよ、ほんと角。すいません。はい、こんにちは。どうも、はじめまして、山内先生。いつもお世話になっております。ありがとうございまして。はい、今、本当にお忙しい時期じゃないですか。そうですね。はい、もう最近はあんまり、でも1日ちゃんと8時間は寝れてますかね、なんとか。それ寝すぎじゃないですか、先生。先生寝すぎですよ。ちゃんとギリギリ、事務所の職員に頑張っていただいてですね。私はちょっと先生じゃないんかい。今日はちょっとジャガーさんのところに、お邪魔できるということで、もう時間割いちゃった。職員ちょっと頑張ってってことで、はい、それで今日はちょっとお邪魔した。ねえ、ありがとうございます、先生。いつも本当スポンサーの方もありがとうございます。私もちょっと、はい、この前初めて、ジャガーさん、ちゃんと田園調布さんのあれおっしゃっていただいてるよっていうことで。そうですよ、田園調布、はい、かんかんと。そう、税理士事務所さんって毎回、一回は何回も見てましたけど。そうですね。もう優しい先生だっていうので、みんな山内先生にお願いしてください、本当に。私も今の税理士悪かったら山内先生に変えるわ。
マジで、うん、ジャガーさんジャガーさんって資料資料まだわからないんだよまだわかんない変わったばかりだ。じゃあ答えは、じゃあ前まで法律決められたけど、そのそれぞれの税理士事務所でやっぱ変わると、はい、で人で変わると、はい、なるほど。そういうあと結果の言うとこが木下先生みたいな、ね、それが答えです。はい、はい、これがですね今ツイッターコメント2つしまして、はい、これですね、はい、じゃあ今一斉したいと思います。はい、大志くん、こちらの番組の場合ですね、こちら、マレショップさんの方から出していただいてる、和風小物合ってるか、うん、アイコスホルダーであるとかパスケースであるとかですね、そういうのの新商品もいっぱいあります。今日ねあのマレーショップさんから送っていただいたね新商品を持ってきたんですけど、車の中に置いてくるっていう、もう最悪のミスをしました、ね、本当にもう今日だけは絶対に持っていこうと思って完全に車の中に置いてくるっていうね、一番してはいけないミスをしたね。もう来週にはもう間違いなく新商品が出るんで、はい、すいません、はい、こっちはね、あ、もう出してた。はい、教職人種という漫画でですね、こちらの方が、竹書房、コミックガンマの方で、過去ウェブマガジンですね、で連載中でございまして、3月27日、4巻が出たところでございます。はい、4巻ね出たところでございます。で、予定では7月に5巻が発売となります。で電子版も発売中なのでぜひ読んでみてください。いろんなことがありましたということで、はい、ちょっとここで一発 CM やっとこうかな。あ、そうなんです、はいはいはい、ね、ここでごめんなさい、ちょっと遅れちゃいましたけど、ちょっと CM を一発ね、はい、ご覧になってください。ピヨシさんです、どうぞ。これがねうちのサポーター兼スポンサーさんなんですよ。この番組を支えてくれるし、お店も支えてくれてるというね。お店もなんですね。ほら今あのジムって言ってもさ、大体あのビルのワンフロアでやってるファニータイムとかさ、ボイフィットとかあるよね。ああいうとこが多い中、ここはあの昔ながらのジム。あ、へえ。だからあのビル一棟が全部すごい。あ、感染対策もして。そうそうそう、もうビル一棟ってあるんですか。そう、ビル一棟。もうそこが全部が。ジャグジーがあったり、あ、なるほど、なるほど。ゴルフができたり、昔タイプなんだけど、昔ってそうだったんですね。そう、お風呂だけで何種類やったかな。でプールも2つ3つあるんだよ。あ、すげえ。そうなのよ。だからそこね、ぜひね、もしチャンスがあったら行って。しのぶちゃんも、はい、今どこ住んでんだっけ今。いや、言うんすか。それまあいいんですけど、これ何でもかんでも言い過ぎじゃないですか。だって全然いいですけど、個人情報、個人情報大体広く、はい、広く言う、広く言うと、渋谷の方なんで。あ、渋谷の方ね。はい、じゃあ大丈夫です、行ってください。あります。あ、本当ですか。豊島区ちょっと遠いな。いや頑張って、そろそろ頑張ってね、車ぐらい乗れるようになりたいんで。今車なの。車持ってないの。持ってないです、まだ。あ、そうか、まだタクシーとか。はい、生意気なんで乗りたい車があるんで、それまで我慢しようと思って、なんか一瞬違うの行こうかなと思ったんですけど。乗りたい車は何なの。乗りたい車はやっぱでかい車乗りたいんで、ブルトーズだとかね。ブルトーズはでかすぎんでしょ。消防車とかね。いや、おかしい、特殊免許欲しいじゃないですか。誰が特殊免許取るんですか、このタイミングで。モテると思うけど。いや、モテないですよ。で現場に遅刻するでしょ、絶対それ。スピード出ないです。話題にはなると思う、ね、話題にはなりますね。でも、うん、すごいいい名前だなって、最初にだから久しぶりに会った時に、うん、この名前になったって聞いた時の、うん、あ、すごくいいなと思いましたよ、うん、だけど自分の中で馴染みがないから、どうしても塩田くんってね、長い付き合いだからこそ、そういう風に呼ぶ方が楽だ。ごめん、ちょっと真面目な話ばっかり。個性死んでない。さんまさん、死んで、死んで。さんまさんになってもらった瞬間で、本当申し訳ないですけど、一本 CM だけ挟ましてもらっていいですか。その間にちょっと落ち着いていただいて、お水飲んでてください。はい、余裕へ。山手鹿さんの CM ご紹介します。どうぞ。マッチが言ってくれてます。今日はいろんなところを案内してもらおうかなと思っております。治療室に行きたいと思います。来てください。あれ？こんにちは。どうも。私のいつもお世話になっている出口先生です。ご挨拶お願いします。はい、赤い水星の D です。いつもありがとうございます。ここにもモニターありましてですね。すごい。これデジタルで患者さんの情報が出てくる。出口先生がいつも患者さんに心がけているっていうのはどんなところですか。はい、まあ、痛くない治療をするというのは、まあ、当然のこととして、まあ、こういうご時世でもありますので、
衛生面とかそういったことが大事かなと思います。本当にね、やっぱこの大和歯科クリニックさんって清潔感がすごくてですね、してもらってる側は本当にお接続空間だなって思う。皆様に一緒メッセージお願いします。これはもうちょっといろいろ喋ってほしい空間ですので、皆さんいらっしゃってください。アットホームです。あれ、これ沢口先生でしょ。沢口先生、はい、ありがとうございます。本日のゲストも早速紹介したいと思います。レイモンド鳥越保育園の柿沢園長にいらっしゃっております。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと一応またね、これからあと、まあ、園児の方と会うので、感染症対策のためちょっとマスクの方をしていただいております。すいません、よろしくお願いいたします。はい、早速ですけども自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。はい、レイモンド鳥越保育園園長の柿沢恵子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、園長様、はい、権力者ってことでよろしいですかね。そうですね。ほいっぽくないんですけど、はい、でも変わっレイモンドって変わってますよね。なんか海外系のなんか保育園みたいな感じですけど、関係ないですよね。そうですね、私たちの保育園レイモンド鳥越保育園は社会福祉法人レモン会が、運営してまして、はい、そのレモン会のレモンに愛、愛の愛と夢の D をつけてレイモンドという造語です。あ、レモン、はい、なるほどね、はい、レモンの間に愛と D、 ラブの愛ってことですね、はい、愛の最後ドリームの D、 D が入ってます。レイモンドチルドラン、創設者はまた別にいるってことなんですよね。あ、そうですね、本部が和歌山の方になりまして。あ、そうなんですか。はい、理事長は前田幸太郎というものが、はい、じゃあ和歌山にも保育園があるとか。そうですね、本部が和歌山で、南は沖縄と関西東海関東でだいたい60円ぐらいの保育園を、そんなにでかいんですか。はい、運営しております。すごいですね、はい、園長さんは上から何番目ぐらい偉いの。上から列で言うと 3,4 番目ぐらいになりますかね。すごい、はい。どこまで、どこまで保育園でね、どこまで実験があるのか分からないです。保育園で、でもなんかこれ写真見るからめちゃめちゃでかくないですか。これはでも鳥越の方です。でかくないですか。ここからすぐ向かい側です。道路、ここの道路のすぐ向かい側で、こんなところあるんですか。マンションみたいですね。おしゃれですよね、すごく。めちゃめちゃおしゃれですね。で、0歳から5歳までで、うちの定員は90人になってます。90人も入るんですか。はい、うわ、保育士さんは何人ぐらいですか。保育士自体は25人ぐらいですけど。結構多いですね。そうですね、あとは調理とか看護師とかがいるので。調理師さんもいるんですか。調理師と給食とか。給食作ってます。そうなん、僕らの時代ともう全然違うかもしれないですね。そしたら僕らね、行ってた幼稚園なんかだってお弁当だったんで。あ、そうですね、幼稚園と保育園って、もうそれね、ずっと気になってた。幼稚園と保育園何が違うんですか。昔よく言うのは、幼稚園は文部科学省の管轄で、保育園は厚生労働省管轄で、なんとなくこう教育、学科的な教育的なもののイメージがあるのは幼稚園で、働いてるお母さんお父さんとか、まあ、お家でか、保育が、子育てがなかなか日中難しい方が預けられるのが、保育園ですね。あ、年齢の違いじゃないってことなんですか。あ、違いますね。ただ幼稚園さんだと3歳ぐらいから預かるというか、っていう方いると思うんですけど、保育園は0歳児からがありますね。あ、そういう違いなんですか。で、結局じゃあ親の、まあ、親の都合って言ったのが言い方あれですけど、まあ、結局仕事をしてて日中見れない方が、そうですね、保育園とか、うん、お仕事だったりとか、あとはまあ本当にいろいろな理由がありますよね。体調が悪くてこうちょっと日中見られない方とか、まあ そうですね、そういう方が預けるのは保育園ですね。うん、じゃあ別に内容は一緒ってことなんですか。でも過ごす時間が違うので内容はそれぞれ、ね、ただ保育園って言っても保育園自体でも結構そこの園が強く取り組んでいることっていうのは違うと思います。へー。
保育園も、公立保育園とか私立保育園いろいろと種類があるし、あとは認可保育園とか認証保育園とか無認可とかも本当まあいろいろな種類の保育園があります。そうなん、あれなんかあれも決まってるんですね。なんかその保育士1人に対して見れる子どもの数とかっていうのもありますね。あ、何人までなんですかね。例えば0歳って東京都の場合はお子さん0歳は3人につき1人の職員がつきます。あ、そうなんですね、はい、効率悪そうですよねお金稼ぐとしては効率悪そうですけど ね、3人でだって 4,5 人見れそうじゃないですか。だって0歳の子供ほとんど動かないじゃないですか。いや、0歳が一番でも大事なんですよ。あ、そうなんですか。0歳で一人一人を本当にもう食事をするのも0歳って言ってももう離乳食とかが始まってくると、3人をこう食べさせるってなかなかやはりできないし、あ、そっか、1対1で大切にご飯をあげる。寝てるだけじゃないですもん。じゃないですね歩き始めると結構こう転んだりして危ないので見てあげなきゃいけない。本当に丁寧に、どのクラスの子もそうですけど0歳とか乳児さんは本当に丁寧に見ていてあげなきゃいけないので。あ、そっか、そうなんですね大変ですね。でもなんで保育士さんになろうと思ったんですか。だって一番なんかなりたくない職業じゃないですか。だって親に怒られそうじゃないですか。だってなんかしたら、なんかしたら一番怒られそうなイメージで、僕の保護者さんとの信頼関係ってすっごい大事だとは思うんですけど、ね、なんで保育士にっていうと、だって怪我した子供とか、ね、遊んでたら子供なんか怪我するじゃないですか。絶対します、します。それの文句とか言われるんじゃないですかって。遊んでいる中で怪我をしたのって結構うちの鳥越保育園の保護者さんはすごくまあ、信頼関係ができてるってこう私言っていいのかな。だからただ遊んでて転んだだけだったら文句は言われない。ああ、そっか、うん、まあ、そう、信頼関係ですね。確かにそうですね、うん、信頼関係も気づけなさそうだからダメだなあら確かにさ、ね、普段のイベントとかその催し物とか、まあ、保護者さんとの付き合いでね、あ、まあ、信頼できるってあれば、あ、この人に預けてたんだったら、まあ、そういう怪我だったらまあしょうがないかなみたいな、うんうん、ですね、なるほどね、そういうことなんですね。きっかけはでもちなみに何だった、保育士さんなの。本当すごいくだらない理由ですけど、幼稚園の時、自分が幼稚園に行ってた時の担任の先生の名前が慶子で同じ名前だったんですよ、私も幼稚園の先生になりたいと思って名前つながりで、でも自習をしていったら幼稚園よりも保育園の方が楽しかったんですよね。なので保育園にの、保育士になりたいと思って保育園に行きました。へえ、そうなんですね。でもどんどんこう卒業していくじゃないですか、はいはい、寂しくなんないですか。寂しいですよ。寂しいしこうなんていうんですかね、で寂しいけど新しくまた0歳から入ってくる子がいるので、またそこでなんかこう、あ、もうこの子が卒園するまでは絶対に保育士辞めないでいいよっていうのが毎年毎年ある感じですね。永遠に辞めらんないですね。で、ね、卒園してた子たちがこうランドセルを見せに来てくれたりすると、そうなんですか。また嬉しいですよね。はい。一回もやったことない。保育園卒業してから一回も行ったことない。なんだろう、保育園の先生の顔は一人だけ覚えてる人はいるんですよ、うん、やっぱなんか遊んでもらったなっていう記憶があって、他の人全然覚えてないんですけどね。やっぱ記憶に残る人と残んない人がいるんですね、うん、やっぱりそうですよね。でその、うん、その職員さんはすごい幸せですね。なんか子供にずっと覚えててもらえるっていうのは。あ、園長ってあんまり覚えてもらえてないので。あ、関わんないんじゃないですか、園長さん。そうですね、関わるようにはしてるけど、やはり担任の先生が一番好きですもんね、子供たち。まあそうですよね。だから園長さんってあんま割り良くなくないですか多分保育士さんの飲み会でもたまに呼ばれてなかったりとかしないですか。まあそれはしょうがないですよね。絶対私がいない中で喋りたいことたくさんあると思うので保育士さん、でも今のその鳥ヶ谷保育園なので、さ、保育士さん何人って言いました。25人。25人。あ、子供、あ、保育士さん25人。すごいですね。へえ、こいつは問題起こしそうだなとかって採用するときないですか。え、ここで言っていいのかいいんじゃない、大丈夫、ね、でもうちの職員はあ、それにしたら雇わないと思うんです。本当にこいつはやばそうだなって、ね、なんか嘘言わずみんな仲良しだと思います、あそこは
割合的に女性の人なのか多いの？あ、そうですね、やっぱり女性が多いです。今うち男性が読むの方も入れると4人、そうですね、4人いますけど、ね、多い方だと思います。それで なんかで見たことさ、男性の保育士さんが、まあ、別にそんな問題を起こす人じゃないけども、なんとなく触ってほしくないみたいな親がいるとか。 ありますね。そうですね、おトイレに行くとかお着替えするとかっていう時は気を使うことの方がやっぱり多いですね。あ、まあそういうご時世だからかなっていうのかな。 でもまあ保育士、一保育士のプロとしてなのでご安心くださいっていうのは伝えてますけど、まあ、そうですよね、はい、で早速ちょっと今日ね、今日いろんなたくさん写真お持ちいただいたので、うん、それぞれ見てもらう。これ見えますかね。あ、行けますかね。映ってますか。顔が映ってこれなんか今から雨の日にどっか散歩行こうみたいな。あ、そうです、雨の日散歩です。うち園庭がないので気候がいい時には常に外に出るようにしてるんですけれども。あ、そうなんですね。でもやっぱり雨の日にも散歩に行って、雨の日ならではのこう発見とかいうのをやってます。こうレインコートに当たる雨の音を聞いたりとか、公園に行って水たまりをこう見るとか、あと雨の雫を集めてみるとか、いろいろと。なんかさっきありましたもんね、公園に遊びに行く時もあれば、あのここだと本当に鳥越神社がすぐ近くなので、はい、これこういうのとか、鳥越神社さんに遊びに。あ、これ面白そうですね。いただいて、あ、そうなんですよ、存分にジャンプしています。これうちの親父が一番嫌いなやつですね。家だとなかなかやらないじゃないですか。うちの親父は潔癖の綺麗好きで、あの地面に座んのさ許してくれなかった親父って厳しかったんで。でも、ね、楽しそうですよね、こういうの。こういうのでも子供が一番好きなんですね。でもそうですね、これまだいい写真で、結構長靴をあのバケツ代わりにしてジャーってやる子とかも。あ、楽しそうですね。楽しいですねお母さんたちに本当にうちの方にお洗濯すみませんって感じなんですけどこれは園内ですか。これ保育園の階段のところに左右に、結構丸々屋さんっていうお店のものをこう作ったのを貼ってるんですけど、それ八百屋さんが見えていますね。てか広いっすね。園内がめちゃめちゃ広くないですか。子供90人いるので、それだけは広いですね。これ目にぼかしが入ったら悪いことしたとかじゃないですか。ちょっと YouTube に載るので、念のためですいません。YouTube に後々載るんでね、隠しておいてもらえる。で、あとね、これ面白そうだなと思って、これも、これか。これ台東区ならではみたいなイメージもあるんですけど。そうですね。あの、おかず横丁にこう散歩に行って、お店の方にも声をかけさせていただいてるんですけど、あの八百屋さんとか魚屋さんとかっていうのが最近あんまりないんですよね。ないですよね。ないです。逆にあったらよく生きていけないと思います僕。でおかず横丁は本当に昔ならではのお店がたくさんあって、これお味噌屋さんですけど、うん、あのこれを見て子どもたちが味噌作れるかな保育園でとか、そういう、こういろんな発想が出てきます、うん、お花屋さんですね。これでもいいですよね、台東区ならではですね。ここ本当はあの老舗のお店が多いじゃないですか。多いですね。あの佃煮屋さんだって扇子屋さんだったりとか、あと革製品のお店多いじゃないですか。あ、そうです、革製品のお店とか、あとここの建物の下にも紙、あの和紙屋さんがあると思うんですけど、あのそういう方からお散歩中に結構あのいらなくなった革のかけらをいただいたりとか、和紙のかけらをいただいたりして、そうい こう素材集めをすごくやらせていただいて、園の中にその素材をたくさん置いておいて、子どもたちが保育活動するときに自由にそれで制作をするようにしてます。使ってなんか作るみたいな。作ってますね。で革とか普段なかなか触れないですよね。あれ 本物の革ですね。そうですね、本物の革ですね。この辺って卸問屋さんっていうんですかね、問屋さんが多い。問屋さんが多いのと、あと職人の町だと思うので、ね、本当にいろんな日本ので江戸の伝統文化がいっぱいありますね。そうですよね。それでもこのこれは保育園で藍染めの藍、伊達藍という植物を育てて、藍の葉っぱをトントンって叩くと、あの叩き染めができるんですね。あ、これか。そうですね。すごい、こんなのやってるんですね。はい、やれます。職人さんの仕事を本当体験できる染め物が、はい、でそれはその藍の葉っぱで染めた、これですか。はい、あの生葉染めって言っ
って葉っぱをミキサーで溶いて緑色の汁を作るんですけど、そこにも布を入れるとそうやって藍色に染まります。すごい。これちょっと自分がやりたい。これ感動ですよ。緑の何ですかね、液が本当に青くなるんですよ。こんなん体験その贅沢じゃないですか。そうですね、子供たちもそれを見てやっぱり楽しいですよね、緑が青くなった。いやだってこういう記憶ってなんか僕は座学がすごい苦手で、体験したことって覚えるじゃないですか感動したこととか、だからすごいいいな、面白いなって。もうまさに保育園の学びってそれなんです。あ、うちの保育園何だったんだろうただ預けられたただ預けられたの、今 仏教系のところに預けられたの。これとか、これは何なんですかね。これも先ほどのおかず横丁にあるかき氷屋さん、多分港屋さんって本当にあるお名前なんだと思うんですけど、で子供たちがかき氷を作りました。でこれさっきのお花屋さんですね。お花屋さん見て、で自分たちでもこういう風に作ってみるみたいな、はい、で、お買い物ごっこが始まりました。すごい体験した。これも秋ならではじゃないですか、ね、そうですね、それはジャガイモ掘りを、台東区内でもジャガイモ掘りをやろうと思って園の横の花壇にジャガイモを育てて掘りました。ちなみにジャガイモは秋ではなく、それは6月ぐらいです。秋はさつまいも。あ、さつまいも違うんですね。これだけ取れました。すごい。でこれこの後食べるんですか。この後食べました。必ず火を通さなければいけないルールがちょっと保育園にはあるので。あ、そうなんですか。調理さんにお任せして、それは確か肉じゃがになりましたね。美味しそう。いいっすね、いろんな体験できて。本当なんだろう、台東区ならではですね。いや、この保育園ってどうやって、よく東京、去年一昨年でしたっけ、保育園不足とかなんか言われて、はいはい、実際そういう問題ってあるんですか。ありますね。台東区でもやはり保育園不足、待機児童っていうのはやはりいると思うので、台東区はでも結構保育園をたくさん作っている方だと思います。ただ台東区ってそんなに大きくないんですけど、そんな台東区内でも場所によってはもう定員割れしちゃっているところもあれば、まだまだ保育園が必要な地域っていうのはありますね。定員割れしてるっていうのは、例えばこっちの預ける側からとしたら嬉しいことなんですか。それは預けられるっていう。そうですね、空いてるから、空いてるから入れるっていうのはあると思うんですけど、ただ地域が、例えばその私は台東区ってなんていうの、北部っていうんですかね、あっちの方では定員割れをしていても、こっちの方ではまだ定員割れしてなくて、もっと保育園が欲しいっていうのがあるみたいなので。その台東区内でもまた地域によっても分かれるってことで、預ける時って何基準なんか、なんか自分が住んでる近所とかじゃなくて選ぶんですか。そうですね、選ぶんですけど、でも、認可保育園というのは窓口が区役所になっているので、区役所の方に申し込みに行くんですが、仕事、保護者の方たちの仕事がどのくらいの時間をやっている、どのくらいの時間で仕事をしているかでポイントっていうのがあるみたいなんですね。両親2人が正職員なのか、で周りにこう協力してくれる人がいるかいないかとか、あとは兄弟がいるかいないかとか、なんかいろいろなものでポイントが決まっていて、ポイントが高い人が、その希望をしたところに入りやすいみたいなのはあるみたいですね。その辺は全てちょっと役所の方の管轄なので。いきなり例えばレイモンド保育園さんに預けたいですって言っても、それは違うってことなんですね。うちはできないですね。ただそれができるのが、認証保育、認証もダメか、無認可保育園とかそういうところは直接申し込みだと思うんですけど、認可されてる保育園は行政が窓口になりますね。じゃあレイモンドトリガー保育さんに預けたいですっていう場合は区役所です。区役所、じゃあ区役所の OK 出てそこに振り分けられるっていう感じなんですね。そうですね、振り分け、なんか多分申し込み書があって、第10希望とか第7希望ぐらいまで書くところがあるんですけど、そこで、振り分けられるみたいな。
でもなんかこういう体験とか、まあ、その保育園によってなんか特色があると思うんですけども、レイモンド鳥越保育園、まあ、レイモンドさんの強みとかって何だ、他とかの違いとか。強み、うちが法人的に力を入れてるのは子どもたちの自己表現っていうところなので、こう何ですかね、子ども主体の保育っていうのをしているので、大人が何かこう今日はこれをやりますよって決めてみんなで一斉にやるっていうよりも、子どもたちがやりたいと思ったこととかやり始めたことがこう伸びていく、発想がつながっていく、つながる保育というのをやってます、ね。海外みたいですね。そうですね、日本だとあの上から上からと言っちゃう、ね、先生から言われたものに対してやるみたいな流れじゃないですか。スウェーデンとかなんかそんな感じですよね、自己生徒発信でこれがやりたいみたいな。あ、そうですね、まさしくでもそんな感じです、本当に。でやりたいものがやれるものとかっていうのがこう、なんだろう、あ違うな、なんだろうのその先へっていうのがうちの方針のキャッチフレーズになってるんですけど、子どもがなんだろうって思うもののを仕掛け作りをするのが私たちの仕事みたいな感じでやってます。なので決まり決まったことを毎回はやらないですね。まあ子供が考えて広げていくので、どうしても、ね、いい大人が考えちゃうと、例えばですけどもうね、今年もうすぐ運動会だから運動会やりましょう、去年と同じ運動会でいいかになっちゃいがちなんですけど、子供がそこに入ってくると遊びたいものが、例えばまあ運動会するなら運動会になるとか、運動会の代わりに何か違うあの保護者の方を呼んで楽しめる行事をするとかっていうのは、本当にもう子供と一緒に考えてやってますね。子供発信ってことですよね。そうですね、でも結構そんなどんな、でも子供だから逆に面白そうなアイデア出そうですよね、いっぱい。やりま、あ、ありますね。何ですかね、私たち的にはお買い物ごっこでお友達とのやり取りをたくさんやりたいなって頭で思っていて、おかず横丁にお散歩にわざと行くんですけど、でも子どもたちはお買い物ごっこよりもまずあの地図を作ろうと言っておかず横丁マップを作っていました。そういうこともあります。であとはあのオリンピックパラリンピックが今回あったので、子どもたちがいろいろな国の旗にご興味を持って、で旗を調べ始めるんですよね。で旗を調べ始める、小学校にも入って旗調べるんですか。旗調べます。もう私の知らない国いっぱい子供たち旗見て言えます。すぐアラブ首長国連邦とか普通に言うんですよ。いやすげえ。アラブ首長国連邦は言えない。すごいです。でそうすると今度旗だけじゃなくて、この国では何がなんていうんですかね、名物っていうんですか、あなんだろう、特産品とか。ベルギーだとさすがに政治的なことまで言わないですよね。ミャンマーは今やばいよね。ないですね、さすがに。でも特産品とかそういう、うん、へえ面白い。子供ってそんなところに興味湧くんですね。いや持ちますね。そして今ならではなのが、あの Google Earth を使って、あのプロジェクターを使って壁面にそれを映して、なんかこう今なかなか外にも行けないけれども世界旅行をします、うちの子たちは。すごい、侮れないですね、子供。いや、子供すごいですね。で僕らとかだったらもう例えば買い物行きましょうさ、もう決まりきった、もうなんだろう、イメージがもう決まりきってるんです。もう子供が地図から作ろう。地図作ってます。へえ、いいな。子供から教わることもなんか多そうですよね、そんなんだったら。そうですね。あの思いのほかこう子どもたち同士で結構お話をしてルール決めてゲームですかね、あの鬼ごっこでも普通の鬼ごっこじゃなくて子どもたちがルールを決める鬼ごっこみたいなのもやってますし、鬼ごっこにルールなんて決めれますね。単純に私たちタッチしたら誰かが鬼みたいな感じなんですけど、うすよ、ね、こう固まあ氷鬼みたいなのもありますよね。氷鬼をするけど何秒ルールとか自分たちで決めたりとか、アレンジしてくるんですね。してきます。そんなん僕幼稚園の子供で全然思いつかない。違いだそこが。はい、面白いです。大人になるの楽しみですね、そんな発想する人。そうですね、今ってでもどう生き抜くかって楽しいこととか知ってることがたくさんある人が将来生き残れるって結構言われていて、あ、そうなんですか。何でもかんでもこう
なんていうんですか、ICT 化されているので、AI が何でもやってくれるって言ったときに、生き残れるのは自分に好きなことがたくさん、やりたいことがたくさんある子が楽しく将来生き残れる。だって選択も何もかも全部ね、コンピューターが、AI がやってくれたら何もやることなくなっちゃうじゃないですか。まあそうですよね。そうしたときに、やりたいこととか、困ったときにこうしたらいいっていうのが、こう分かる子に育っててあげないと。でみんな今ほぼほぼ YouTuber になりたいとか言ってない？いますいます、将来は YouTuber、 YouTuber になりたいって。そんな楽じゃないですよね。で結構みんなが YouTuber になっちゃうとね、また大変ですね。将来の夢で多いのって何なんですか、子供たちで。あ、いろいろですよ本当に。もうオーソドックスに警察官とか救急車の人とか、あの病院、あの先生とか、あと嬉しいのがやっぱり保育士さんになりたい、保育園の先生になりたいですって言ってもいるし、だって YouTuber もいるし、可愛い子だとこうなんとかレンジャーの戦隊もののヒーローになりたいっていう子も。あ、僕はまだその辺でしたね。ずっと小学校低学年ぐらいのそう思ってなってますか？なってないですね。悪役になってるかもしれない。大事ですね、悪役になるとヒーローになり立ちませんからね。そうそうそう、へえ面白いな、 YouTuber になりたいとか。ずっとでも保育園でもあれですかね、あのコスチューム見たら子供って憧れるんですかね、例えば警察官とか消防士さんとか。じゃあ、ね、警察官、え、これ何やってるんですか、茶道？茶道やってます。小学生で、小学生じゃない、幼稚園、保育園で、はい、保育園の5歳の子たちが茶道をやってます、ね、うちもやってますが、今ちょっとコロナなので、あの外部の講師の方は呼んでやってないんですけれど、はい、裏千家の方が、着物を着た方が来てくださってやってます。あのリタの心、挨拶に始まり挨拶に終わるっていう、その所作を覚えるまではいかないけど知るっていうことがやはり大事なのと、日本の伝統文化をやはり知るっていうところ、そういうのはね、日本の伝統文化はね、やってね、茶道ってやったことないな。僕、いや、私もでもこの法人に来て初めてやりました。 あ、そうなんですか。まず正座してるのが辛いです。そうですよね、子供なんかよく正座すごいな。他にもなんかやってたりするんですか、そういう アート関係とか。アートって、ですね、チャイルドコミュニケーションデザインっていう方たちがいた、デザイナーっていう方、あの CCD プロジェクト、 CCD チャイルドコミュニケーションデザイン、はい、で子供たちの保育をデザインするっていう。え、どういうことですか。ですけど、まあまあ、こういう方たちが園に来て職員に例えば子どもたちのアートの仕方を教えるってこともあれば、この CCD の方たちが来て子どもたちと一緒にアート活動をこう繰り広げてくれるっていうのもあります。アートってそれは絵とか、それ芸術関係のアート。そうですね、作ったり、あ、でも歌ったりするのもそうです。あ、そうか、自己表現をするっていうのをとても大事にしている法人なので、まあ、それはもう何か作ったもので自己表現だったり、歌ったり体を動かすことでも自己表現なので、そういうのはこうデザインしてくれる。いや、こんなとこ行ったら面白いですね。面白いです。レイモンド鳥越は特にこうなんか、私はクリエイターの集まりだと思ってるんですけど、いろんなことができる人がたくさん職員でいるんですよね。チアダンスをしてる人がいたり、ジャズダンスをしてる人もいれば、何かこう演劇が好きな人とかもいて、私なんかもこうものづくりが好きなので染め物とか陶芸とかやってるんですけど、そういうのをもう保育に取り入れてます。あ、もうそこはもうなんだろう、保育士さんがもう考えてこういうアート活動を試させてあげたいみたいな。でも、なのでチアダンスしている職員なんかはこう子どもたちが運動遊びをするときに、そこのクラスに行って、その人が主にこう見るっていうんですか、運動遊びを見る。なので体操教室とか呼んでなくても、うちの職員だけでいろいろとやれてます。いいな。自分そういうとこ行きたかった。なんであんな仏教圏とか行かせられたんだろう。でも仏教は仏教でいろいろな、この日本のとか仏様というか、そういうものの考え方とかって素晴らしいことを教えていただけたんじゃないかな。記憶にはないですけどね。栗食べた記憶はありました。いいですね。
でも自己表現って、まあ、でも大事ですよね。大人になってからも大事ですよ。大事ですね。大事です。だって自己表現をできない人の方が今多いような気がしますけどね。僕もあの海外に行っててやっぱ思ったのが、僕以外にも日本人の子がまあ後輩で来たりとかして、やっぱいろんな国からいろいろ来るんですけど、やっぱ一番の違いは、まあ、自己表現っていうところ、なんか自分がこうなんか発信したりとか、まあ、そういうの日本人ってやっぱ苦手なんだなとか、うん、あと即興の演劇とか舞台とかするときもこう発想がすぐ思いつかないみたいな。で外国の人は早いっす。その結構発想が自由だなっていうイメージはありました。でもそういう違いがあるんじゃないかなと。日本の教育って全部あの先生から与えられたものしかやってなかったん で、うん、で人間の肌がなんか肌色っていうのもなんかそういうの、僕一回ね、あの顔肌黒い人の真っ赤に塗ってめっちゃ怒られて、いまだにあのいまだに納得いってないですよ。俺がそう見えてるのそういう風に表現して何が悪いんだっていまだに思ってるぐらいで、もうそういう、ね、自己表現できるとこっていいですよね。そうですね、あのね、何かやってても上手い下手が絶対にないようにしたいんですよね。ああ、そうっすよね。そう、ほんとそう、大事。面白い。でも保育園とそのアーティストの考え方が似てるっていうのは面白いですね。あ、もう子供はアーティストですよね。そう、かなわない。子供にはね、なかなかかなわないです。かなわないです。子供が描いたものを真似して同じくクレヨンで描いても絶対に子供の絵にはならないんですよね。ならないです。本当に子供、ね、多分大人になると欲が出るからじゃないかなと思うんですよね。なんかうまく人に評価されたりとか、うまく、いや、いいな。すいません、ではちょっとお忙しい中来ていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、本日の、ゲストレイモンド、鳥越保育園の、柿沢園長様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。またいらしてください。今度社会科見学来れるんじゃないですか。このあ、見せるべきかどうかは分かんないですけどね。あ、ここですか。え、ここここ ここあ、いいんですか、こちら来て。いや、僕の決定権はないです。所長に頼めばいいですよと言うかもしれないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。本日のゲスト、レイモンド鳥越保育園の柿沢園長様でした。ありがとうございます。すごいですね。まあ、僕は子供いないんでね、あの保育園の違いっていうのはもう全然知らないんですけど、やっぱ特色はあるんですね。面白いですね。僕らの感覚だとその小さい子供なんてその考えがないみたいな、これ言い方悪いですよね。そこまでね、なんか上の立場っていうかな、まあ、先生とかなんか
お題を上げないとなんか発想が出ないのかなみたいな考えそう。でもね、小学校入る前から結構なんだろう、発想力ってのもやっぱあるんですね。任せていいんですね、結構いろいろ。確かにね、その自分で興味持たないとやっぱ続かないですし、僕もね、幼稚園の、まあ、僕が言ってた幼稚園が悪いとは言わないですけど結構地元ではまあまあ有名な幼稚園だったと思うんです。でも、まあ、確かにでもね、あんま記憶がなかったんですね。まあ、僕もまあそんな人見知りだったんで、そんな幼稚園行くのも好きじゃなかった方だったんで。でもね、さっきの写真とか見たらね、仲いいし、よくね、ここ多分ね、幼稚園児ここは道路をすごい歩いてるんですよ、ね、レイモンドのお子さんだったんですね多分それ楽しそうに歩いてるんで。で、でもね、あんな、でも入りたくても入れないんですね。もう区役所行ってから振り分けられるとかね、いろいろあるんですね。で、台東区によっても定員割れしてるとか定員オーバーしてるとかね、あるんで、まあ一つ検討してみてくださいね、これからお子さん預ける方とか。で、今どうなんですかね、減ってるんですかね、子供。なんかコロナ中に結婚する人は減ったし、出産も減ったとかってなんかニュース、昔かな、ちょっと前に見たと思うんです。その感染が怖いからとか、妊娠した時にその感染しちゃうと悪いとか、まああとその産んだ時にね、子供が感染しちゃうとどうなるか分かんないが、一旦ここはちょっと否認しましょうみたいな人の方が増えてるっていう記事も見た。あ、ありがとうございます。すごいですね。出生率去年 1.34、 5年連続で前年下回る。出生数は最小ですって。すごい。一人の女性が産む子供の数の指標となる出生率は去年 1.34 となり、あ、 1.34 ってのは 1.34 倍じゃなくて1人ってことですね。 1.34 人ってことですね。5年連続で前の年を下回ったことは厚生労働省の調査で分かりました。また去年1年間に生まれた子どもの数、出生数はおよそ84万人で、統計を取り始めて以降最も少なくなっていて、厚生労働省は今後の動向を注視する必要がある。ね、確かに減っても一番多い時期で1950年で第二次ベビーブーム僕年齢非公表ですね。僕は世代は第二次ベビーブームでね、ワンピースで最悪の世代ですよね就職する前にバブルはじけて、就職するとこなくなって最悪の世代ですよね。で、受験競争で追われてね、もう一回画面見せてもらって、最後のとこ見てください、どんぐらい減ったのか。もう一回出ますかね。出るんで、で今がでも84って言ったら、84万人って多いかなと思ったら、でも全然低いですよね。で、最長期で200万人超えってことですよ。3分の1ぐらいに減ってると思う。うわー、すごいですね。でもこれね、ただ子供が少ないっていうだけじゃない、子供が少ないっていうことは、まあ将来的にその働く人口が減るとか、だ今経済成長発展してる中国とかインドとかはやっぱ働き手が多いから、こう経済がどんどん伸びてるっていう話も聞くんで、やっぱ子供が少ないっていうのはいろいろね問題があるんでしょうね。最近だと、まあなんだろう、なんで年金の問題とかね、10人で1人支えてるのは今6人に1人で、子供が減ることによってどんどん変わってくるし、まあ、今後はね AI とかそのデジタル的なものが増えて、働く人口がそんなに必要になるのかどうかもちょっと分かんないんですけども、やっぱ少子化ってなると、もうね、例えば今世紀中に日本の純日本人なんかいなくなるかもしれないですよね。もうどんどん海外からなんだろう、人口入れないととかね、あるかもしんないんでね、子供少子化はね大変ですよね。ね、あとなんだろう、若い人でなんかガールフレンドいらないとかっていう人もいますね。草食男子とかね、僕らにとっては嬉しいことですけどね求めてる人間にはね、僕ら世代の求めてる人間にとってはね、母数が増えるだけなんでね、ライバルの若い子はいなくなるんでいいかもしんないですけどねはい、それで最後まですいません、くだらないこと言ってはい、それで本日も、間もなくね、アズリモニダイニング終了となります。今めちゃめちゃ天気が良いですね。前の真向かいのマンション布団干してます、そんぐらい天気がいいです
ね、明日お出かけの方、今日もね出勤最終日の方、ね元気出して参りましょう。それでは、メシボク、ボンジョルネ、ボンウィケン、アビアトー。